1曲目にお送りしました曲は、クリーンバンディットさんという方の、リアルラブという曲でした。はい。
ですね。そうですね、もう正月今年始まって、まあ、もう3日ということでですね、はい、いやもういかがお過ごしでしょうか皆様ということですね。まあ、僕毎年ねもう信じられない量の餅を食うで、結構家の中だけですけど有名やって、今年もいっぱい食おうかなと思ったんですけど、もうすごいタイミング合わず一度も食わず、あ、よくまで食べなかった。あ、食べなかった。あ、まあ、いつも多分100個ぐらい、あ、100といえばそうですね、あの男の100回目で、あ、2回言うや、あ、2回言うや、一応ね、これ1回目取ったのに先に言わなかったんですよ、100回目ごめんなさい、ごめんなさい、僕のやつですね。そうですね。サホさんどうですか、いかがお過ごしですか。私も被るんですけど、親戚一度集まって餅つきしたんですよ。なんかきなことかずんだとかいっぱい食べました。すごい楽しかったです。いいですね、餅の話だぜ。そんなわけ。ジュンは何してたんですか。僕はそうですね、うん、で僕はもう一日中数の子食ってたことしか思ってないですけど、ね、本当に、すみません、餅は僕食べてないですよ。美味しいですもんね、数の子ね。まあそれはいいですよ、もう僕の話は良くて、まあ今年1年いろんなことあると思うんですけど、皆さん素敵な1年してくださいということで、はい、で、僕の、次のマルさんの紹介ですか。はい、はい、ね、次のマルさんの紹介に行きたいと思います。次のマルさんはですね、セミマルブレッドさんですね。はい、大阪一律大学の、アコードさんの2回生と3回生で構成されている、混声バンドでございます。僕は生で聞いたことないんですけど、僕の友達のね、ひろむくんが、出てるので、すごい、まあ、かっこよく歌ってくれるんじゃないかなと僕思っております。楽しみだね、個人的にもね。プロカメグループのエンパクトさんの、楽曲を歌い上げてくれてます。はい、なんでね、僕らもトップバッターとして残すところ1曲なんですけど、はい、まあ、次の曲につなげていきたいと思います。はい、あ、差し込みの方も入ってるんで、ぜひちょっとご覧になって書いていただきたいですね。お願いします。はい、それでは僕たち最後の曲いきたいと思います。聴いてください、リディガさんでアプローチ。君が好きだなら、あいつだ、ライター、あいつだ、ライター、ライター、あ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 、I stand here waiting for you to bend the gun to cry the greeting say is it like or is it wrong if only Yeah.
ありがとうございました。